ポート・ケベックはイギリス海軍の特設機ライフ施艦。元はポートラインが建造中であった小船ポート、ケベックであった。後に工作艦に改装された。本艦はポートラインの冷凍船として JL トンプソンサンズで1939年に寄港し、同年8月17日に浸水、建造中に海軍本部に徴用され、1939年11月に 竣工後は、イギリス海軍の特設機雷不施艦ポート、ケベックとして収益した。収益後は、第一機雷不施船隊所属となり、カイルオブロカルシュを基地として、北方機雷省の不施活動に従事した。1943年10月に不施活動が終了した後、ポートケベックは1944年に、航空機工作艦へ改装され、ディアサウンドと改名。さらに、 翌1945年には工作館へ再改装されている。ディアサウンドは1945年1月1日付で購入に切り替えられた。戦後の1946年にディアサウンドは本来の冷凍船へ戻され救命のポートケベックへ復祉、し、1947年10月24日に本来の所有者であったポートラインに買い戻されて民間船として活躍した。 ポートケベックは1968年2月23日に廃棄となり、台湾高雄市の種 SI&S チール CO Limited で同年12月から解体が開始された。ありがとうございます。